今回紹介するスレはこちら。SAO の新作ゲーム発表、かっこ SAOFD。オベイロンやアドミニストレーターがいるの、シナリオがとても気になる。この文言なら勇気もいるよね。初の原作世界線のゲーム化だし楽しみ。アクリアのアクションもどきクソ虚無マゾゲーじゃなくてディンプス製の完全アクションゲーなのマジで期待値高すぎる。結構面白そうだけど20人マッチングプラスクロスプレイ対応が逆に不安。最適化はちゃんとしてほしい。かっこ初期リコリス思い出しながら。アリリコとは開発別らしいしそこまで不安がらなくても大丈夫かと。あれ、なんかもうゲーム一本出てなかったか？ UW 舞台のやつ。昨年9月に発売されたラストリコレクションのことかな。俺にとって SAO のゲームで一番面白かったのは SAOFD だから、SAOFD の公開されたムービーで SBC グロッケンが登場したことに興奮した。もちろん操作性やシナリオは SAOFD とは全然違うものになると思うけど期待高まる。リコリスは楽しかったのにラスコレはイベント演出の大幅劣化に硬い敵を淡々と殴るだけのバトルがきつかったんだよな。でも新作は作ってるとこ違うって聞くし楽しみ。新作は割と面白そうだな。アリリコからちょいやめてたんだよな SAO のゲーム。久々に買おうかな。時系列がわからんけどユナイタルリングの直前でいいんかな。過去のリプレイと、世界を飛び越え、強者たちが集結という設定。原作を好きなキャラで追体験するようなストーリーかと思ったけど今公開されてる情報だけでは予想しづらいな。また FB みたいなの出ませんかね。キリトと遊びたいけどキリトになりたいわけではないので。FB みたいに容姿をプレイヤーがカスタマイズできるオリキャラで、原作主人公に絡みたいよね。直派、かっこリーファは攻撃中ずっと浮遊してるのかな。アリスの姿がまだ見えなかった気がするが、アドミニストレータもユージオもいるしプレイアブルキャラでいそう。オベイロン出てアリスいないのは頭おかしすぎるし確定でいいだろうな。死んでるアドミニストレータいるしサチとユーキもほぼ確定だと思う。気になるのは GGO はシノン以外に誰が出るのか。PV 見る限りキリトのことわかってないっぽいしリーファも過去から飛んできたっぽい感じするな。どのキャラがどの原作時点から集まってきたかってのもストーリーの肝になりそう。GGO からはダイネア、ミカゼ、マスケティア、イクスの3人あたりは味方で出せそう。デスガンは敵に回るんじゃないかな。さすがにむしろエール王からが結構際どいんだよな。味方に入れそうなのがユージイン作やアリシャの3人とおまけでレコンくらいで、ゲーム的な話になると昨夜レコンは魔法も武器もリーファともろかぶりするからな。レコンは自爆ゲーができるっちゃできるが、GGO 勢は 3D の有用が効くから他より可能性はかなり高いよね。なんだこのスカルリーパーもどき。わかっちゃいたが新作は原作アニメ準拠か。ほんと使えるだけでもいいんでゲームヒロイン勢も出してくれないかな。セブンレイン姉妹が一番好きなんじゃ。シノンが GGO スタイルで出てるのは嬉しい。実銃出るようなゲームって基本的が人間かゾンビで、それ以外のモンスターとかを銃で倒しまくるってシチュのゲームめったにないから欲を満たせる。アサルトライフルとかも使いたいからダインとかも来てくれると嬉しいが、アドミニストレーターが味方サイドにいるからオベイロンもどんな立ち位置で来るかわからんな。ストーリー公開が楽しみ。やっぱり SAO といえば、この4人の組み合わせだよな。今作は前作とは違ってプレステ XBOX パソコンだけじゃなくて、スイッチでも出るんだな。仮想世界、お前暴走なんてするんか。家庭用ゲーム版第一作のインフィニティモーメント、カッコホローフラグメントではスゴーのやらかしとか色々あって SAO のカーディナルがバグったのがストーリーの発端だったんで、かやば金星じゃない後付け技術ならなおさらそういうこともあるだろうな。何変えちゃいけない人混ざってねえ。なんか SAO というか AW みたいな事件だな。 SAO でもこういう事件ないわけじゃないが、謎に存在感あるスゴーデクサ制作会社 FB のところなのか。原作軸ってことは IM とか HF のキャラは出たりしないんやろか。ゲームだけの貴重な供給だから待ちわびてるんだが、なんか理由つけて出そうではある。まあ何かしら理屈つけて出すでしょ。別世界の記憶の存在からとか。アドミさん服着て大丈夫？魂の容量足りる？
かっこ。記憶の存在とかでどこの時系列からでも参戦するっぽいからコマンドリスト発見した直後くらいの、まだ余裕ある初期アドミンなのかもしれない。だからコスプレ着せ返し放題だぞ。原作時空だとエール王と GGO のキャラ少なくなりそう。そうなるとレコンとステルベンはほぼ確定か？あのオベイロンは一体、ロストソングみたいな操作感だとちょっと苦手だな。フォロー系列みたいな操作感だと嬉しい。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。